クラブツーリズム始めさせていただきます。本日はオーロラのご旅行説明会ということで、先ほど実はね、カナダ方面のイエローナイフの、オーロラ説明会、この1個前の子までやっていたんですが、そちらもご参加されたよって方いらっしゃいますか？結構3分の1ぐらいですかね。ありがとうございます。ではその他の方はこの北欧のために来ていただいたということで、はい、本日はね、北欧のオーロラでしたりとか、またアイスランドもね、お話をさせていただきますので、そちら、皆様のご期待に添えるように発表させていただければと思います。申し遅れましたが、私クラブツーリズムで北欧、それからアイスランドの方面ですね、企画手配担当しております渡辺敦史と申します。ぜひよろしくお願いいたします。で、私たちですね、クラブツーリズムの社員なんですけれども、他社さんと大きく一番違うところの強みとして、私たちも一緒に実際にお客様と一緒に添乗員として添乗員に行きまして、現地でね、お客様の声だったりとか様子を見たりとか、もちろんそこで現地情報を集めてきたりだとかしながらですね、ツアーの企画造成をさせていただいているといったところがございます。私も実際に今から紹介をさせていただくアイスランドでしたりだとか、フィンランドでしたりだとか、オーロラツアーですね、お客様とご一緒させていただいてきた経験ございますので、本日はそのあたりも合わせながらですね、良いご案内できればと思いますので、よろしくお願いいたします。お時間につきましては、通常の説明会よりもちょっと内容がボリュームがありますので、ちょっと長めに75分から80分、90分ぐらいで終わるように設定させていただいておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではですね、本日のタイムスケジュールということで、簡単にこれ75分設定ですが書かせていただいております。順番に進んでいきたいと思います。まあ、あとちょっと余談ですけれども、数ヶ月前にね、日本の北海道でもオーロラが見れましたみたいなニュースを皆様ご覧いただいた記憶も新しいんじゃないかと思いますけれども、詳しく話すとあれなんですが、太陽風とかね、そういった話を聞いたことがあるかなと思います。あれ11年周期でこういい悪いみたいなのが、いいって言ってもオーロラにとってですけどね、あるみたいで、それがちょうど今来ているっていう状態です。ので、ここを逃すとちょっとあと11年後まで待つのかどうかっていうところになりますので、もしご興味あったら、せっかくね行くのであれば、このいい時期に、実際に現地に訪れてみるのもいいかなと。皆様非常にいいタイミングで来ていただいたかなと思いますので、ぜひご検討いただければと思います。ではですね、始める前になんですけれども、ちょっと早く来ていただいた方にはお伝えさせていただいておりましたが、このお話聞いている間でも、スマートフォンを使って、もしご希望の席などございましたら、入れていただくことができます。今この7月になりまして、皆様やっぱり3ヶ月後とか4ヶ月後ぐらいの旅行っていうのを考える方が非常に増えるんですね。で、テレビでやっぱりオーロラの、話などやっておりましたので、この冬に、オーロラ見に行こうという方がちょうど今、予約をどんどんお問い合わせをいただいている状態でございます。昔と比べまして、やっぱり飛行機の、ね、お座席数でしたりだとか、そういったところも正直変わっているところありますので、ちょっと待ってみると、気がついたらお座席がいっぱいで、ようやく決心したのになんか席がないという状態が、結構そういったお声を、ね、聞くこともありますので、今日皆様せっかくこの暑い中、有楽町までお越しいただいているときにね、検討してやっぱり席がなかったとなるのは、ちょっと私としても避けていただきたいところでございますので、まだこの授業じゃないのでね、スマホいじっていただいても構いませんので、そのあたり、もしお席ありましたら、この951っていうのだけ入れるの忘れないようにしてください。このコース番号を入れて951入れると、皆様説明会来て申し込んでいただいたんだよというのが分かる番号になっておりますので、どうぞご協力をお願いいたします。では、ちょっと話がそれましたけれども、早速本題に入らせていただきます。ではですね、まずオーロラとはというお話を始めさせていただきます。先ほど申し上げましたように、ニュースでね、太陽風なんて言葉が、聞いたかと思います。詳しく説明すると長くなってしまいますので、ここでは簡単にかいつまんでお話をさせていただきます。今も夏で暑いですけれども、太陽は光、熱、もちろん地球に届けているわけなんですけれども、
それと一緒にですね、太陽風というものが地球に向かってこう、向かって降り注げられているんですね。で、この太陽風というのは、細かい電気を帯びたですね、まあ、電子の粒といったのが地球にこう一緒に向かってきているんですね。で、これがまあ多いとか少ないとかっていうのが、まあ、あの11年周期とかで変わっているっていうところなんですけれども、地球の周りには磁場がありまして、まあ、こう普通に太陽から、電子が進んできたところで、この磁場を、ね、超えることができなくって、まあ、で近づけるかといったらそうでもないんですね。そこで、この地球をちょっと違う角度から見てみますと、この辺りは地球の磁場が遠いんですけれども、こう磁場っていうのはこの南側、北極と南極のところからこういう形で出てるんですね。ですので、ここ、それから上のところにつきましては、磁場がこう地球の近くまで、しか出ていない、つまりあの電子が近くまで来れるんですね。それが磁場にぶつかったときに光るんですけれども、それがオーロラということになっております。なので、まあ、物理的にはこの辺でも実は光ってるんですけれども、地球から見えるのは、私はちょっと寒いところに行ってね、北極とか南極に行かないと見れないといったような原理、これがオーロラでございました。では、あのオーロラベルトということで、これは今度、北から上から地球を見た図を書かせていただきました。で、この青い輪っかがあると思うんですけれども、これがあのオーロラベルトと呼ばれております。まあ、オーロラが出やすい場所というふうに言われているところでございます。今回ご紹介するエリアなんですけれども、このオーロラベルトの下に、ちょっとあの黄色い字でね、いろいろ書かせていただいているんですが、皆様から見て右手側、ノルウェーとかアイスランドとかスウェーデンとか書かせていただいている方がヨーロッパですね。本日ご紹介させていただくところ。で、先ほどお話聞いていただいた方は、こちらのイエローナイフとか、っていうのもこの辺りになっておりますが、まあ、あのご紹介させていただく地域は、このオーロラが見やすいと言われているオーロラベルトの真下に、属しておりますので、まあ、条件さえ揃えばですね、あのオーロラの観測率は非常に高いといったところになっております。まあ、ヨーロッパで言いますと、まあ、フィンランドとかもあるんですけども、全部ではなくて、フィンランドの北部とか、ノルウェーの北部といったところが、ちょうどオーロラベルトにかかっているところでございます。では、ここで早速、突然なんですが、1個クイズさせていただきたいと思います。オーロラって名前ありますね。英語でノーザンライトとか言われてますけれども、ヨーロッパの方ではそのままオーロラって呼ばれていたりするんですが、この名付け親は誰でしょうということで、まあ、誰というかどんな人だったでしょうかというところですね。1番、天気予報士。2番パイロット、3番宇宙飛行士、4番物理学者ということで、ちょっと考えてみてください。では1番、天気予報士だと思われる方、あまりいない。2番パイロット、少し。3番の宇宙飛行士、あんまりいらっしゃらないですね。じゃ4番、物理学者だなという方。あ、多い、多い、多いですね。では答えなんですけれども、物理学者ということで、オーロラの名付け親は、これ、顔とかね、名前とか見ると分かる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ガリレオ・ガリレイということで、地動説とかね、それでも地球は動いているなんて言葉を残した人でありますけれども、さあ、オーロラの名付け親というふうに言われております。まあ、歴史的には重要な、有名な人物でございました。ではですね、このオーロラの色っていうところ、まあ、皆様あのテレビとかパンフレットとかでもたくさんのオーロラの写真とか映像を見ていただいていると思うんですが、この緑だったりとか、ね、ちょっとあのピンクがかったりとか、強い赤だったりとか、いろんな種類のオーロラがあって、まあ、本当に不思議ですよね。まあ、これなんですけれども、先ほどの磁場がぶつかって、電子とぶつかって弾けて色が出るっていうお話をさせていただきました。これなんですけれども、なぜ色が違うかっていうと、地球からどのくらいの距離で何に当たって電子が弾けるか
によって色が変わるというふうに言われております。じゃあその高さ、果たしてどんなもんなのかなっていう図を出させていただいているんですけれども、飛行機がここにありますね。だいたい飛行機って高度1万メートル、10キロぐらいを飛んでおります。上からね、下を見るともう非常に高いなと、まあ、富士山なんても3000何百メートルですから、その3倍ぐらいの高さを飛んでるんですけれども、そんなものではなく、オーロラが、弾けているのは、一番低くても上空約100キロから200キロ、この辺りに出現しているというふうに言われております。で、その色の問題なんですけれども、上空100キロですから、その辺りで酸素と衝突をして弾けたら、低い方は緑色のオーロラが出るというふうに言われておりまして、で、それよりちょっと上ですね、200キロから300キロ、ここで酸素とまたぶつかった、電子につきましては赤色で、弾けるというふうに言われております。ですので、低い方は緑、上の方は赤。で、その間くらいで、今度酸素じゃなくて窒素とぶつかって弾けたものにつきましては、ちょっとピンク色になるんですって。なので、イメージとしては本当に下が緑で、なんかピンクになってきて、上が赤くなってくる。そんなようなオーロラが、見れます。ただ、これ必ずそういう、なんて言うんでしょう、グラデーションで毎日見えるわけではないんですよ。どこまで磁場が来るか、どこで弾けるかっていうのは、この緑でしか、弾けない時もあるし、逆に赤でしか弾けてない時もある。で、赤はやっぱり遠いので地球に届きづらいっていうのもあります。ので、まあ、一番王道で見えるのは緑。で、その後条件が良かったりするとグラデーションになったり赤くなったり強いオーロラだねって言われるやつが見えたりするというような、システムになっております。と言いつつ、まあ、今色の話をさせていただいてるんですけれども、皆さんはやっぱりね、オーロラ見たいっていうのはすごいパンフレットとか、テレビのね、ものとか想像されてきていらっしゃると思うんですが、大抵の場合は、ちょっと期待値を下げるわけではないんですけれども、写真よりは肉眼の方が性能が低いんです。今、本当にいろんなカメラ、すごい性能で映りますので、光をね、何十秒と取り込んで、あれは映しておりますので、星空がすごい明るく映る。とかと同じで、まあ、通常の緑のちょっと強めのオーロラだと、目だとちょっと白いもやっとしたようなものに見えたりします。もちろん完全にオーロラが緑とか赤で目に見えないのかっていうと、そういうわけではないんですけれども、結構な強いものが出たら、緑のゆらゆらが見えるかなぐらいで思っておいていただくと、実際現地に行って素晴らしいものが見えたときに最高の気分になります。けど、もう本当に最初から赤いゆらゆらグラデーションっていうのを求めていくと、オーロラ見えたはずなのに、なんかあれってなってしまうようなところもあるので、一応ね、お申し込みいただく前に、条件としてお伝えさせていただきますが、後でね、オーロラの撮り方とかもお伝えさせていただきますけれども、それこそカメラの性能、すごく進んでおりますので、肉眼で、ちょっと見えるようなゆらゆらがあれば、カメラでは本当に綺麗に条件あるんですけど、撮ることができますので、もう自分で難しいという方は、カメラ得意な人探していただいて、写真もらうとかでも大丈夫かと思いますので、はい、ちょっと情報としてお伝えでございました。ではね、これ動画なんですけれども、まあ、こんな感じで、下の方がちょっと緑ゆらゆら。で、条件がいいと上の方にちょっと赤くなっている、ちょっと流れ星とかね、映りましたけれども、今、GoPro とかいう、わかりますかね、こんぐらいのちっちゃいカメラみたいなので、高性能で動画が撮れるやつ、あれとかをずっと空にかざしておくと、今みたいな、こうゆらゆら動くのが動画として撮れたりとか、あとは目では分かんなかった流れ星みたいなのがシュンって映っていたりとか。っていうこともありますので、もしそういったね、機会を持っている方いらっしゃいましたら、ぜひぜひお持ちいただくのがおすすめでございます。はい。
では、ちょっとオーロラとはというお話をね、今させていただきましたけれども、今回はオーロラの魅力、ヨーロッパ編ということでお話をさせていただきますので、そちらについてお話を始めさせていただきます。で、ヨーロッパのオーロラ、さっき上から見た図で、オーロラ見るとここですよというものを出させていただいたんですけれども、下にフィンランドとかノルウェーとかスウェーデンあったのを覚えてらっしゃるかと思います。で、あとはアイスランドですね、この辺りになるんですけれども、その国々っていうんですかね、そういったところを、ちょっとずつ、ご紹介していければと思います。すみません、ちょっと今アイスランドって言ってましたが、最初にフィンランドをご紹介をさせていただきます。では、まずフィンランドの人気観測地のご紹介でございますけれども、この図に出ております通り、上にね、イナーリとか、サーリセルカとか、レビ、ユッラスというのが、わかりますかね。この辺ですね。この上の方に、書かれておりまして、ちょっと見づらいんですけど、オーロラベルトと書いた、ここに黄色い、なんかもやっとしたものがあるのわかりますかね。ここから上、まあ、北ですね、がオーロラベルトに入っているよというような場所でございまして、クラブツーリズムの、まあ、例えばフィンランドに行くツアーでは、基本的にこのオーロラベルトの中で宿泊、何連泊、からオーロラチャンス何回ですよとかっていうお話をさせていただいております。で、このじゃあ、イナリとかサーリセルカとか、レビとか、どんな街なんだっていうところでございますけれども、まあ、北極圏、ラップランドと言われるですね、もう冬は本当に厳しい自然の世界なんですけれども、なので街自体は実際そんなに大きくないです。で、歩いて各地にスーパー、まあ、1つ、2つくらいですね、あったりはしますけれども、スーパーがあって、ちょっとレストランがあって、で、まあ、街の教会とかがあって、あとは本当にホテルがある、そんなような。こじんまりとした街がいくつか点在しているイメージでございます。ただ、すべてがやっぱり今、ウィンターリゾートとして、冬はヨーロッパ各地から、世界中からスキーとか、日本ではちょっと今、スノボが流行ってますけれども、主にあっちの人はまだスキーですね、をやりに来る、クロスカントリーみたいなのをやりに来る方でにぎわう場所でございますので、オーロラ鑑賞とスキーみたいな感じで、冬のバカンスをしに来る人たちでにぎわう場所でございます。あとツアーでよく行くのは、ちょっと下にロバニエミって書いてあるところ、真ん中ぐらいですけど、まあ、実際ね、じゃあもうちょっと上なんですが、ありますかね。こちら、オーロラベルトからちょっと外れているんですが、こちらでも、まあ、オーロラベルトの下じゃないとオーロラが見れないというわけではないんですね。なので、オーロラが見えたりとか、他にもですね、観光地が、ちょっとロバニエミは大きい町ですので、あったりします。で、じゃあ、この上のところまでどうやって行くんだっていう話なんですけれども、基本的には日本から、まずヘルシンキまで、バンター空港というんですけれども、だいたい13時間くらい。まあ、昔はね、コロナ前はちょっと10時間とかだったんですけれども、今、残念ながらロシアが戦争してしまっておりまして、フィンランドに限らずなんですけれども、ロシアの上空をね、飛ぶのを避けておりますので、その関係で2、3時間、どうしても移動時間が伸びてしまっておりますが、それでもヨーロッパに行くんだったらヘルシンキが一番早いというような路線を使って、ヘルシンキまで行かせていただきます。で、ヘルシンキ空港を乗り継ぎをいたしまして、まあ、各イバロ空港でしたりだとか、キッテラ、ロバニエミというところ、それぞれ空港があるんですけれども、そういった空港に向かってだいたい1時間半から、まあ、2時間弱ぐらいですね、飛行をさせていただくと到着というような流れとなっております。まあ、例えばヘルシンキからロバニエミまで12時間ぐらいかけて電車なんていうのもあるんですけれども、まあ、それはそれで面白いんですが、まあ、皆さんオーロラ見に行ってますのでね、できるだけ上に早く着きたいということで、今の販売させていただいているクラブツーリズムのツアーでは、飛行機でさっさと移動させていただいて、オーロラに備えるという流れを取らせていただいております。では続きまして、ノルウェーでございます。ノルウェーもまたですね、このトロムソとか、あとはロフォーテンって書いてあるのは、ロフォーテン諸島というね、
端っこの島っていうんですかね、半島みたいなのがあるんですけれども、そういったところがオーロラベルトに入っている場所になります。で、この北極圏に位置していて、この今、ロフォーテン諸島とか、皆さん、世界の果てまで行ってきゅうみたいな番組ご存知かと思うんですけれども、ちょっと前にね、僕はこのロフォーテン諸島でオーロラがギラギラ出てますよみたいなのをその番組でやってたんですよ。ので、皆さんお問い合わせ増えるかなって思ったんですけど、そうでもなかったですけど、ただもう、そんなようなね、よく見えるような地域でございますので、例年、あんまりここに行くツアーなかったんですが、今年もやっぱりすごい人気です。このトロムソとかロフォーテン行くツアーっていうのが、今年は売れているというところでございますので、またこのあたりも後でお話をさせていただきますね。で、同じようにですね、フィンランドと同じで、トロムソとかエーフェネスっていうところにも空港がありまして、日本から飛んでいって経由してですね、各空港まで同じくらいの飛行時間で行けます。ただ、こちらでよくツアーで使うのは、先ほどフィンランドだったんですが、今回はスカンジナビア航空という、なんていうんですかね、北欧の国々が共同出資している、コペンハーゲンに、本社があるというか、主がある会社なんですけれども、日本からコペンハーゲン飛びまして、コペンハーゲンの観光したりとか、そこからオスロっていうね、ノルウェーの首都なんですが、そこまで一回飛んでいって、そこで観光をしたりとかしてから、上に一回飛んでいくというようなツアーの色が多いです。ので、まあ、ある意味観光はできる。北欧の街って結構おしゃれでいいところいっぱいありますので、そういうところも見てから、ノルウェーのオーロラにですね、望めるといったような回し方になっております。では続きまして、このフィンランドとかノルウェー、まあ、いわゆる北欧オーロラと呼ばせていただいているところでございますが、こちらの特徴を大きく4つ挙げさせていただきます。まず1つ目。オーロラ以外の観光も充実していること。2つ目、ホテルから観測地がすぐ近く。3つ目、意外と寒くない。4つ目、オーロラの出現時間帯が早い。で、この4本の軸でちょっとご紹介をさせていただきます。まず、オーロラ以外の観光も充実というところなんですけれども、オーロラ鑑賞はね、先ほども申し上げました通り、条件が揃えばって僕何回か言ってるんですけれども、要は天気です。はい。ので、オーロラってさっき見た通り、100キロとかで出てるんですよ。その下に雲があるんですね。ので、オーロラはほぼほぼ、もう、1年の中で300日ぐらい出てるって言われてるんですけれども、その下に雲があったら残念ながら見えないし、雲がなければそれが見えるっていったような、まあ、条件になってしまっております。なので、まあ、絶対毎日ギラギラしたオーロラが見えるかって言ったらそうではないんですが、じゃあ仮に見えなかった時どうなのと、寒い中待って終わってしまうのっていったところなんですけれども、そういう後悔をさせないために、北欧、それからまあこれから行きますアイスランドっていったところはかなり観光を充実させております。例えば、このロバニエミにありますサンタクロース村、サンタさんの写真と、隣がそのサンタクロースビレッジと言われるところの建物なんですけれども、フィンランドってサンタさんのね、その発祥の地といいますか、お家があるところなんですが、まさにそんなような感じで、フィンランドの公認サンタがもうずっといてくれる場所なんですけれども、そういったところに観光させていただきまして、ちょっと別料金にはなっちゃうんですけど、並べばサンタさんと写真撮ったりとか、あとは、ポストオフィスがあるんですね、郵便局みたいな。そこから、ちょっとお手紙を国際郵便で日本に出せたりとか、だからご自身のお家に送っていただいてもいいですし、もしかしたらお孫さんとかね、親戚のお子様とかいらっしゃるという場合は、クリスマスに合わせて送ることもできるんですよ。ので、僕が一緒にツアーをご一緒させていただいたお客様でもいらっしゃいましたけれども、ちょっとプレゼントというか、サプライズ代わりに送ってみる。現地からしかできないサプライズでございますので、そういったのもやっていただくのもいいかもしれないです。あとは映ってないですけれども、このサンタクロース村内に、イッタラとかマリメッコとかね、北欧雑貨のアウトレットみたいなのもありますので、そういったところでお買い物していただくなんてこともできます。
またロバニエミは比較的大きい町ですので、町の観光でしたりだとか、スーパーでのお買い物とか、そういったのもお楽しみいただけるようなところでございまして、フィンランド行くですね、多くのツアーで入っているものもございますので、ツアー選びのですね、基準としていただければと思います。また、その他、ユッタスとか、レビとか、サーリセルカなんていうような名前もね、先ほど映させていただきましたけれども、こういったところでは、このスノーホテルと書かせていただいておりますけれども、本当に雪と氷だけで作られたホテル、残念ながら宿泊するわけではないんですが、ちょっとバスで移動しまして、この綺麗な、ね、造形、氷、でできた造形を、見て、写真撮って観光していただくと、日本人だけではなくてですね、この辺りで有名な、観光スポットとなっておりますので、これもラップランドならではっていうんですかね、観光をしていただくこともできますし、あとは、このトナカイ牧場ですね、ラップランド、本当にトナカイがいっぱいいるんですよ。人、あんまり見ないんですけど、トナカイはまあまあ、牧場に行くといるっていう状態でございまして、トナカイ牧場でトナカイにちょっと餌やりをしたりとか、あとは、その飼ってる、牧場の主っていうんですかね、っていったところから、サーミっていう原住民がいるんですけれども、そういった人の歴史でしたりだとか、あとはトナカイについて、関係について、なんていうお話を聞いたりとかできます。それから、あとはそのサーミの、博物館なんていうものもありまして、そういったところのご案内も含めさせていただいているところが多いです。それからですね、今回はノルウェーに移らせていただいたんですけれども、例えば右上ですね、トロムソと書かせていただいているところにつきましては、北欧のパリなんていうふうに言われておりまして、見ての通り、ちょっとね、家が多く立ち並ぶような、比較的大きな街といったところでございますが、これだけ街が大きいと、教会の観光ができたりとか、ちょっと綺麗な橋があったりとか、あとコースによっては、このトロムソに、ロープウェイがあるんですけれども、ロープウェイ乗っていただいて、この街を眺めていただくとか、そういった観光をね、都市観光みたいな感じでしていただくことができる。また人気が上がっておりますと言いました、ロフォーテン諸島なんですけれども、もうここはドライブとかをしながら通ったりするんですが、この写真のようなね、山と海、あとフィヨルドチックなちょっと静かな海っていうんですかね、そういったところの、まるで絵はがきのようなですね、お写真を撮っていただいたり、この風景を楽しんでいただくというのがメインでございますが、こういう綺麗なところをドライブしたり、また同じコースでは、このノールランストーブ鉄道と書いてありますけれども、これは本当にラップランドを走っている、本当にヨーロッパでも最北の方にある、鉄道なんですけれども、これが、ちょっと時期限られているんですが、運行している間はこれに乗っかって、ノルウェーからスウェーデンまで、ちょっと国境を越えてみたりとかっていうような、貴重な体験もできるツアーがございますので、本当にオーロラ以外のところの観光も充実しているというお話でございました。で、意外と嬉しいのが2番、ホテルから観測地が近いというところかと思います。もし先ほどイエローナイフね、聞いていただいた方がいましたら、イエローナイフはこうなんかテントみたいなところで、オーロラ待てますよというお話があったかと思うんですが、実際あそこまでちょっとバスでね、移動しなかったり、行けなかったりとかっていうことが通常なんですけれども、北欧の場合はホテルがあったら、そこからちょっと出れば、先ほど言いました通り、街がちっちゃいんです。なので、辺りは暗いです。ということで、オーロラが出たら、外に出て観測することができる。しっかりとした小屋があるとこないとこありますけれども、小屋なんか行かなくてもホテルに帰ればいいじゃないかと。というような見方ができるのが北欧オーロラの強みです。それからこちらはですね、ガラスイグルーといってプレミアムステージのコースのみ入れさせていただいているんですけれども、ホテルからこうガラスでね、オーロラが見えたりなんていうのもサービスセルカーというところにあったりもしますので、気になる方は後でスタッフに、ね、お問い合わせいただければと思います。それから意外と寒くないというところでございますけれども、数字だけ見たら寒いんですが、ただ、マイナス
9度とか最高気温の方ですね、4度とか。で、まあ、最低気温マイナス17度とか書かれておりますけれども、まあ、あくまでも平均ということで、これもちょっと下がることも実はありますし、私が12月、行ったときは逆にマイナス2、3度までしか行かなかったというときもありました。もうイエローナイフぐらいまでなってくると、もうマイナス20後半、30度ぐらいなのもザラなんですけれども、まあ、比較的お手持ちの防寒具、完全に着込んでいただければ、まあ、耐えることも可能くらいのところです。まあ、ポイントはいろいろありますので、そのうちお話しさせていただきますが、あとはね、12月以降とか寒くなってきた時期については、防寒具の貸し出しがついているツアーもありますので、そういうところもツアー選びのね、一つにしていただいてもいいかと思います。それから、オーロラの出現時間が早い。これもね、結構、知らないですけれども、知ってたら、ちょっとツアー選びのポイントにもなるんじゃないかなと思うんですが、大体これを見て分かる通り、オーロラピーク21時から25時、まあ、朝というか、AM1 時ですね、ぐらいまででピークが来ているのが分かります。まあ、これに比べましてですね、まあ、イエローナイフとかの方でございますと、大体深夜2時から4時ぐらいがオーロラのピークと言われております。ですので、まあ、オーロラの観測のしやすさというか、体の楽さ、といったところでございましたら、断然ちょっと北欧かなと。まあ、ホテルからそんなにね、すぐパッて出れば、もう観測スポットなわけですし、まあ、イエローナイフとかでバスで移動すると、まあ、移動して、ちょっと私だけ帰りますってわけにはいかないじゃないですか。団体ツアーなので。なんですけれども、まあ、こちらはね、ホテルからちょっと出たところなので、もうちょっと一回帰ろうかなっていう時は一回戻っていただいて、もしかしたらまた出たかなって思ったら、ちょっとまた見ていただくみたいな、まあ、ご自身の体調に合わせての選び方ができるといったところは一つポイントでございますので、覚えておいていただけるといいかと思います。ちょっと番外編としまして、オーロラの観測率は高いと書かせていただいておりますが、まあ、どうしても北欧曇りがちなんじゃないかっていうような情報もあるんですね。まあ、確かにイエローナイフに比べると晴天率は落ちます。なんですけれども、まあ、なぜかっていうと、ちょっと北欧の方が海に近いんですよ。海に近いとその分湿気が上がるので、それが雲になるんですね。で、近くに暖流が走ってますので、よりそれが雲になるんです。ということで、ちょっと曇ったりっていうことも多いんですが、まあ、ただそのおかげであんまり寒くないっていうような地形になっております。ただ、これ、フィンランドの国が30年間のデータを取ったもののグラフなんですけれども、まあ、4日ぐらい連続で滞在したら96%ぐらいオーロラが見れますよというような記録も出ております。ということで、私たちのツアーは、まあ、3日連続、オーロラチャンスとか、4日連続オーロラチャンスとかっていうふうに記載させていただいてますので、ツアー選びしていただくときにそこも見ていただけるといいのかなと思いますので、お願いいたします。まあ、ちょっと簡単にまとめますと、まあ、オーロラ以外の観光も充実していること、ホテルからオーロラの観測地が近いこと、まあ、それから意外と寒くない、耐えられるかなぐらいというところ、それからオーロラの出現時間が早い、この4点ですね、挙げさせていただきましたが、まあ、2、3、4くらいのところは、本当にお体の負担を考えると、1個、オーロラは北欧デスティネーションにしていただくっていうのも、1つ強みになっているかなと思いますので、ご紹介とさせていただきました。では続きまして、アイスランドなんですけれども、こちらアイスランドのオーロラの特徴は3つでまとめさせていただきます。オーロラ以外の観光も充実、ホテル周辺が観測地、意外と本当に寒くないと書かせていただいてますけれども、ただこの3つに絞って、まあ、場所はね、近いので、そんなに、なんでしょう、大きく、やることが変わる、ポイントが変わるというわけではないんですけれども、例えば、オーロラ以外の観光といったところでございますが、僕はアイスランド、ちょうど去年、11月から12月にかけて行ってきたんですが、
アイスランドはオーロラももちろんメインなんですけれども、仮にオーロラがなかったとしても行った方がいいというのを本当に個人的には激推しできる、スポットでございます。というのも、今写真上げさせていただいているような大自然の観光といったところが本当に魅力的、日本じゃ絶対見ることができないような大自然が待っております。ので、ぜひぜひこういったところをちょっと紹介させていただきたいんですが、まず1つ目、チンクヴェトリル国立公園という世界遺産になっているところなんですけれども、ここの見どころとしましては、地球の割れ目、裂け目と言われているギャウっていうところがあるんですね。ちょうどここにラインが1本バーンって入っているの分かりますかね。これ何かっていうと、まあ、地球のプレートとプレートが、裂けているというか、このちょうど間のところがこのラインです。通常こういうプレートとプレートの間って海の底にあるんですよ。なんですけれども、世界で2カ所だけ、このアイスランドと、それからですね、もう1カ所、こちらが、お忘れしてしまいました、すいません。確かカンボジアとかぐらいですかね。ちょっと後で出てくると思いますので、もう1回ご案内させていただきますけれども、とりあえずヨーロッパではここ、まあ、この地上で見れるところっていうのは本当に少ない、貴重なところです。で、ここの間を実際に歩くことができますし、こう世界遺産、まあ、見るからに自然遺産だろうっていう感じなんですけれども、実はこれ文化遺産で登録をされておりまして、なぜかというと、世界で初めて国会が開かれた場所、まあ、というふうに言われておりまして、議会ができた場所ということで文化遺産に登録されております。こう谷みたいになってますので、そこで声が響くから議会が行われたんじゃないかとか諸説あるみたいなんですけれども、ぜひ見ていただきたいところの一つです。で、このギャウってじゃあ何なのかっていったところで、まあ、基本的にこの裂け目なんですけれども、日本ってよく地震が起こるじゃないですか。こうプレートとプレートが押し合って弾けるので地震が起こるんですけれども、こっちは逆にプレートがこう、なんていうんですかね、離れ合ってるところ、新しく地面からこう出てきて出てきてっていうので、ユーラシアプレートと北米プレートがだん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 1年に2センチ広がっているそうです。ので、まあ、世界で地球上で一番新しい土地なんていうふうにも言われております。真ん中の裂け目のところ、あ、ここ去年2センチなかったのにな、みたいなところが感じられる場所っていうことです。まあ本当に実際に行ってみると非常にそのスケールに驚く場所でもございますので、ぜひ見ていただきたいですね。では、続きまして、ストロックル間欠泉。これなんかよくパンフレットにね、出てたりしますので、こういったの見たことあるかなと思いますけれども、大体5分から10分に1回、10メートルから20メートルくらいこの間欠泉が吹き上がります。これは本当に迫力もありますし、もうアイスランドは火山の国なんです。なので、そういったふうに、まあ、温泉っていうんですかね、っていうのとか、こういう吹き上がる間欠泉といったところがありまして、一番、有名なスポットの一つでもありますね。続きまして、アイスランド、滝が非常にいっぱいあって有名なんですけれども、そのうちのゴールデンサークルというところに位置する大迫力のこのクドルフォスという滝なんですけれども、グドルというのは黄金という意味、フォスというのが滝という意味です。要は黄金の滝と呼ばれているぐらい大迫力の場所なんですけれども、ここにも、ちょっとお写真撮っていますが、この辺にね、展望台みたいなものがありまして、そこからお写真を撮っていただくというようなことができる場所です。続きまして、スコガフォス。フォスは滝でしたね。スコガフォスのスコガは森という意味です。ので、森の滝なんて呼ばれてるんですけれども、まあ、どう見ても森ではないんですが、アイスランドにすると、この、左右っていうんですかね、結構ここ草が生えてるんですよ。緑になってるんです。という意味で森の滝と呼ばれているそうです。で、これ本当に落差60メートルありまして、幅25メートル。
で、もうこの雪解けの水でしたりだとか、そういったものが大迫力で流れているわけなんですけれども、もう常にこう水が落ちてますのでね、こう、なんていうんですか、虹みたいなものが出たりとか、あとこの六日川は、元気な方は階段登れば上まで行けるようになってまして、この60メートルの落差のところから滝見ることもできますし、あとこっち側映してますけど、皆さん側っていうんですかね、何にもないんです。本当に平地。それが広がっていて、そこの景色を見るっていうのもかなり綺麗です。僕行った12月とかは、アイスランドって結構やっぱり北にあるので、日が全然昇らないんですよ。ずっと夕焼けみたいな。で、3時くらいにはまた日が沈んじゃう。みたいなところなんですけれども、その地平線っていうんですかね、そういった時に朝だったんですけど、まあ、夕焼けみたいな景色っていうのは、なかなか日本では体験できないような、迫力のある景色でしたので、これもぜひ見ていただきたいなと思っております。で、もう一個、セルアリアンスホスとありますが、これは恨みの滝と呼ばれている滝でございまして、ちょっと冬12月ぐらいになってしまいますと、凍ってしまうので、裏行けないことが多いんですが、11月ぐらいまでで行っていただけると、この道がこの裏まで続いてまして、裏からも滝を見ていただくことができます。これも落差60メートルと言われている迫力のある滝です。では続きまして、ブラックサンドビーチというビーチを紹介させていただきます。こちらは柱状節理という東尋坊とかね、あとは北海道の層雲峡とかにも、日本にもある、あれなんですけれども、こう火山が冷やされて、こう縦に割れた形ですね。そういったのが、この柱状節理として残っております。注目いただきたいのはその規模なんですけれども、ここに外国人の成人男性いるの分かりますかね？こんなちっちゃいんですよ。人がちっちゃいんじゃなくて、こっちがでかいんです。この1本が本当に高い。もう天井ぐらいっていうんですかね。っていうところまでありますので、現地に行ってそのスケール、ぜひぜひ見ていただきたいところ。で、ブラックサンドビーチと言っておりますので、下はこういう黒砂っていうんですかね。っていったところが、ビーチなんですが、敷き詰められている、砂浜になっております。では続きまして、バトナヨークトル国立公園というものを紹介させていただきますが、こちらも世界遺産になっております。で、このバトナヨークトル、氷河湖なんですけれども、非常に大きくてですね、アイスランドの約8%の国土を占めていると言われておりまして、で、この国立公園内には10カ所火山があるんですが、そのうち8カ所がこの氷河の下にあるというふうに言われております。夏のシーズンとしております5月から10月、観光をいただける方は、水陸両用の、クルーズ船ですかね、っていうのがありますので、そのままジャボンと入っていただいて、この氷河湖のクルーズをお楽しみいただくことも可能でございます。で、氷河湖って大体この青と白の景色なんですけれども、アイスランドは火山の国なので、もう一色、火山灰の黒っていったところが混ざるというのが非常に綺麗に見えるポイントでございます。本当にこれ CM とかロケ地で使われるような場所でもありますので、もし行ってみたら、あ、ここかなみたいな、方もいるかもしれませんし、あとはアザラシとかがね、野生で住んでますので、結構僕が行った時もいたんですけれども、可愛く、顔を上げている状態でした。で、やっぱり今、地球温暖化って言われてると思うんですけれども、1970年と比べて、この湖の広さ、4倍になっているそうです。つまり、それだけ氷が溶けてるんです。もうこの景色っていうのも、もう正直、いつまで見られるのか、わからないという状態でございますので、まあ、何年か先延ばしにするよりは、本当に早い方が綺麗な景色が見えるポイントではあります。間違いないです。あとは、ブルーラグーン。聞いたことあるかなと思いますけれども、地熱で、温めている、まあ、でっかい露天風呂みたいな感じですね。ドローバックがあったりとか、そういったところで有名な場所でございますが、もしかするとテレビでね、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、ちょっとブルーラグーンがあります、レイキャネス半島という半島が、ちょっと火山活動が活発化しておりまして、噴火がね、たまにまだ起こっている状態でございますが、
観光自体にはそんなに問題ないんです。飛行機が飛ばないなんてこともないですし、アイスランドの噴火ってちょっとドロドロ系の噴火なんですよ。バーンっていう噴火じゃなくって。なので、そんなに生活には問題ないんです。なんですが、結構近いんですよ、ブルーラグーン。なので、時たま本当に大事を取って休業することがあります。ので、もしツアーで休業になってしまった場合には、他にちょっとスパ施設がありますので、そういった代案にご案内させていただくこともございますので、ご了承ください。あとはレイキャビークですね、首都なんですけれども、こういう北欧らしい、可愛らしい景色でしたりだとか、これ、ハルパっていうね、先ほどの柱状節理をモチーフにして作った建物でしたりだとか、それからこれ、ハトルグリムス教会という教会なんですけれども、これロケットみたいですが、ロケットじゃなくて、まあその火山ですね、をモチーフにして作られた教会でしたりだとか、それから、ホフジハウスと言いますけれども、こちらがレーガンとですね、あとゴルバチョフの会談が行われて、冷戦が終結した日、場所だっていうふうにも言われておりまして、こういったところの街の観光もしていただくことができるのがアイスランドの、観光でございます。ちょっとオーロラの話をしているのを忘れそうなぐらいの観光のボリュームでございましたけれども、まあ、オーロラがなくてもこれだけの観光が詰まっているというのがアイスランドの特徴です。で、ホテル周辺が観測地ということで、先ほど申し上げました通り、本当にこれは一例なんですけれども、ホテルの外、すぐオーロラ見れるよみたいな、場所ですね。レイキャビークであっても、ちょっと10分くらい歩くと海辺でして、で、そこからオーロラが見えたりということもありますので、本当に先ほど北欧と一緒ですね、歩かないでオーロラが見れる、すぐオーロラが見れるといったところが、強みでございます。それから意外と本当に寒くない、ようやくやってきたんですけれども、わかりますかね、先ほどより断然気温高いのはわかりますか。最高気温はプラスです、8度ぐらい。これっていうのは、本当に先ほど言いました暖流があるので寒くないといったところです。私も11月、12月に行ったという話しましたけれども、厚手のヒートテックとか着て、で、その上にちゃんとセーターとか着て、で、ダウンみたいなものを着て、風がちょっと強いんですよ、海辺なので。風を防げば中はあったかいです。これがポイントです。風をしっかり外で防いでいただければ、重ね着したら全く問題なく耐えられる。ということで、アイスランドは防寒具のレンタルなどはつけております。アイスランド、物価が非常に高いんですよ。なので、そういうちょっといらないところにお金かけてしまいますと、ツアー行くのもね、ちょっといらないのにっていうことになってしまいますので、そこはあえてつけてない。で、しっかりと耐えられる気温なので、ご安心くださいというところです。では、持ち物と服装といったところで、ご案内をさせていただきます。まず、おすすめの持ち物としまして、まあ、オーロラですのでね、カメラ三脚、それから暗いので、懐中電灯、これ特に北欧とかね、行くときに、ちょっとこの道を歩くとオーロラコタっていう、こう、小屋がありますよとかっていう時もありますので、そういった時に念のため、懐中電灯で照らすとかっていうのがあると便利です。それから、まあ、寒い時にあったかいお湯とかね、入れておきたかったら、保温の水筒でしたりだとか、あとはカイロですね。それから折りたたみの椅子など、まあ、椅子につきましては、ホテル近いので、まあ、行ったり来たりしていただくこともできるんですが、やっぱりちゃんとお写真撮られたい方とかにつきましては、やっぱりある程度の忍耐は必要です。なので、外で、立って待ってることももちろんできるんですけれども、ちょっと辛いので、ちょっとね、座っておいて、待っておいていただけるといいかなというところですね。続きまして、服装でございますが、まあ、基本的には重ね着をするといったところを、重要視していただければと思います。ズボンもあったかい、タイツっていうんですかね、そういうものを履いていただいた上に長ズボン履いていただいて、上半身もあったかい下着着ていただいてから、まあ、セーターとか、で、その上にこう風を通さないものを着ていただくっていうのがいいかなと思います。それからね、この上着っていうところですけれども、やっぱりウィンドブレーカー、ダウンコートと書かせていただいているのは、やっぱり風対策です。
風をしのげば暖かく過ごせますので、そこは、必ずしていただいて、下に重ね着をする。重ね着をすると、服と服の間に空気の層ができますので、それが暖かく保温を保てるといったところです。服装その2でございますけれども、あとは帽子とかね、手袋とか、あとはネックウォーマーなんて書かせていただいておりますけれども、やっぱり肌が出てるところは寒いです。できるだけ肌の露出をなくしたいので、まあ、ニット帽、それからネックウォーマーで本当に目だけ出していただくとか、あとは手袋、レンタルのものってミトンでこう5本指がね、つながっているものが多いんですけれども、5本指だとカメラとかがいじりやすいといったところがあるので、5本指もおすすめかなというところ。で、それからですね、靴なんですけれども、雪が降る、12月以降ぐらいですかね、といったところにつきましては、北欧方面はスノーブーツみたいなものがおすすめです。ちょっとスニーカーだと厳しくなってくるかなというところ。と、アイスランドの場合は、先ほどクロスナの海岸のところでちょっと足が映ってたと思うんですけれども、あんな感じの登山靴っていうか、こういうタイプですね、まさに。っていうのがあると、氷河の上を歩いたりとか、ちょっと凍ってる場所を歩いたりってこともありますので、非常に便利です。では簡単に現地情報なんですけれども、時差でございますが、時差は日本より6、7時間遅れ、これがフィンランドですね。で、スウェーデン、ノルウェー、デンマークにつきましては7から8時間、この間っていうのはサマータイムです。今、夏の時期でございますので、6時間、7時間というところでございますけれども、皆さん、オーロラを見ていただく冬の時期は、基本的にもう1時間遅れて、7時間、8時間になります。アイスランドにつきましては、ずっと9時間、サマータイムが導入されていないので、9時間差、イギリスと同じぐらいですね、なります。通貨ですが、スウェーデン、ユーロ、他の国につきましては、独自通貨があります。じゃあ、どのくらい両替すればいいのかなとか思う方いると思うんですが、北欧はですね、本当にキャッシュレス、かなり進んでおります。なんならもう、現金が使いにくいっていう世界です。ので、ビザカード、マスターカード、ちょっと JCB、アメックスは使えないところが多いので、ご注意ください。をご用意いただいて、で、まあ、カード1枚だとね、もしなくしてしまったとか、ちょっと取られてしまったとかってなった時に大変ですので、2枚くらいお持ちいただくといいのかなというところです。現地の人も本当にスマートフォンにクレジットカードをパッて挿してポッケに入れてる、そんなような過ごし方をしています。海外行かれたことある方はトイレチップとか、じゃあ現金いるんじゃないのって思う方いらっしゃるかと思うんですが、トイレに入るときもクレジットカードをピッてやったら入れます。のでご安心ください。逆になんとかクローネみたいなやつをいっぱい持って行ってしまって、余したら高いので皆さん大損してしまいますので、まあ、クレジットカードをしっかりご準備いただくのがいいかなと思います。あとはですね、飲み物といいますか、飲料水、水道水は非常にきれいなので、飲んでいただいても衛生的には全く問題ございませんが、スウェーデン、デンマークは硬水となっておりますので、ご心配な方は水買っていただくのもいいかなと思います。それからカバン、まあ、なぜカバンの話をするかというと、やっぱりすり対策ですね、といったところにはなるんですけれども、北欧は基本的には他の国よりは安全といいますか、安心と言われているんですが、やっぱりコロナ明けまして観光客が非常に増えているんですね。で、そうすると、もうその国の人じゃなくって、スリの達人みたいなのがわざわざ移民として入ってきたりするんですよ、ヨーロッパは。観光客があるところに本当にスリはいるので、カバンにつきましてはチャックが閉まって、できればこのグレーのやつみたいにその上に1個パタンとなるやつ、これを強く推奨します。後ろに背負ってたりすると、スリの達人にとってはもう取ってくださいと言っているようなもんなので、前にしてチャック閉めて、パタンともう1個あるとさらに安心です。あとはパスポートですね。これ取られると皆さん一緒に帰れなくなります。自分で大使館とか行っていただかないといけなくなっちゃいますし、先ほどから何度も言っておりますが、北欧は物価が高いです。で、一緒に帰れなくなったりすると、さらに飛行機取り直しとか、ビジネスクラスで行かれる方とかで前パスポートをね、なくされちゃった方いらっ
らっしゃったんですけれども、入るために100万円以上もかかりましたということもありますので、せっかくね、あの楽しいご旅行にしていただくためには、まあ、このあたりのところはね、基本的に守っていただければそんなに問題ない国です。ぜひご協力をいただいて楽しいご旅行にしていただければと思います。あとは、まあ、北欧ってすごい SDGs って今風に言うとあれですね、あるんですけれども、エコの国の精神ですので、いらないものは渡さない、使わない、できるだけものは再利用するといったような国ですので、まあ、日本でちょっと必要そうなもの、タオルぐらいはありますけれども、歯ブラシとかそういったものは基本的には置いてないので、ご持参いただくようにお願いします。はい、ではここからおすすめツアーのご紹介というところに入らせていただこうかと思います。あとだいたいそうですね、30分程度で終わろうかと思っております。では早速おすすめツアーの紹介でございますけれども、まず本日主として紹介させていただくのはこの4コースになっております。フィンランド、ノルウェー、それからノルウェーとスウェーデン一緒に行くものと、アイスランドですね、こちらでご案内させていただいております。で、皆様、お申し込み用紙というものをお持ちかと思うんですけれども、もしご検討いただいているときは、そのご記入をお願いします。ごめんなさい、ちょっと今回から皆様のお申し込み用紙変わっておりまして、スライドが違うんですけれども、お申し込み済みの方、特に書くところございません。これからご検討いただこうかなという方につきましては、お名前でしたりだとか、電話番号など最初に書いておいていただけると、その後非常にスムーズでございますので、ご質問の場合もね、一度書いておいていただけるといいかなと思います。ではコース紹介進ませていただきます。まず Y-1027 の951と書かせていただいてますけれども、これフィンランドの6日間のツアーでご案内をさせていただいております。こちらはですね、各出発日22名様限定、気軽に楽しむフィンランドオーロラ体験6日間というタイトルがついておりますけれども、皆様のカタログで申し上げますと、このエジプトの、ね、絵が書いてあるカタログでございますが、ページ数は、59ページですね、59ページの下にございます。こちらなんですけれども、今9月の20日、10月4日、11日、それから2月の7日、こちらすでに再決定しておりますので、申し込みいただけたらもう行けるよというところでございます。まあ、この北欧オーロラの特徴としまして、さっき言ったみたいにヘルシンキってそこからすぐ飛んで、オーロラを連続で鑑賞チャンスを作って帰ってくるということが可能でございますので、こんな感じでコンパクト6日間とかできるっていうのもポイントなんですよね。ので、お仕事ちょっとずっと休みづらいなっていう方とかっていうのも、ご参加がしやすいっていったところでございます。あと嬉しいポイントとしては、これフィンエア、特に書かせていただいたんですけど、フィンエアは、羽田出発の場合は夜出発ですので、だいたい10時50分とか、まあ、10時から11時ぐらいの間ですね。くらいに出発になるので、まあ、ちょっとお仕事どうしても休めないなみたいな方は、お仕事終わりでご参加される方っていうのも多くいらっしゃいます。ので、そういったところは見ていただくポイントの一つとしていただければと思います。あと、こちらのコースで嬉しいのは、稲荷三連泊なんですけれども、フィンランドといえばやっぱりサウナって皆さんがちょっと好きかどうかあれですけれども、やっぱりね、寒い中でオーロラを待ちますので、サウナとかがねついていると非常に嬉しいところなんですけれども、基本的にはですね、共用のサウナがついている、ホテルに連泊をさせていただきまして、3夜連続オーロラ鑑賞チャンスとさせていただいております。ただこの下に書かせていただいているんですけれども、出発決定しています9月の20日につきましては、お部屋にプライベートサウナがついています。ので、サウナが好きな方ももちろんそうですし、じゃない方につきましても、まあ、オーロラね、ちょっと歩いたところで見れるよってお話しさせていただいてますので、そこで戻ってきて寒いって思ったらサウナ入っていただいてとか、
あとは、まあ、午前中とかね、時間あるときは、ちょっとサウナで気持ちよく、気持ち整えていただくとか、といったところになりますね。冬、この稲荷湖って書いてあるんですけども、この稲荷の湖が冬にあると凍ります。ので、この湖の上で、まあ、それこそ椅子を置いたりとか、もうめっちゃ厚着してる方はそのままバーンって横になっていただいて、上見たりとかしながらですね、オーロラを見ていただけるっていうのが、この稲荷の過ごし方でございます。あとはですね、先ほど申し上げました、ロワンゲームのサンタクロース村でしたりだとか、あとは、このちょうど稲荷にこのサーミ博物館っていうのはここにあると思うんですけれども、先住民族の博物館でしたりだとか、そういったところもご案内させていただきます。あと、まだこれから先のご出発ご検討の方は、1月3日10日出発は、オーロラハントバス1回付きと書かせていただいております。これ結構個人的には推しポイントでございまして、まあ、曇るかもしれないじゃないですか、そこが。ってなった時に、雲が動くのを待つんじゃなくて、自分たちが移動してしまおうっていうのが、このオーロラハントバスです。なので、まあ、だから絶対見れるというわけではもちろんないんですけれども、バスに乗って比較的雲がない場所に移動したりとかっていうことが可能な選択肢が出てきておりますので、もしオーロラのチャンス増やしたいなという方は、こういった出発日を選んでいただくのもおすすめでございます。では続きまして、ワインの1021というフィンランドの8日間のコースですね。こちらちょっと皆様のお手元の媒体には載っていないんですけれども、こちら毎年毎年、フィンランドのオーロラの王道ツアーとして作らせていただいているツアーでございまして、こちら今10月の1日に最高決定しております。皆様よろしければ、まあ、どこにどのくらい空きがあるのかみたいな表をですね、一つ入れさせていただいておりまして、この A3 刷りの両面ですね、片面が、北欧、片面がアイスランドになっておりまして、このワイン1021というものも、この右側ページですね、上から3段目の方に書かせていただいておりますので、ご検討ください。で、この尾行のところに、いろいろ新月出発日って書いてあるところがあるんですけれども、これは新月が、ツアーの近くにありますよという出発日です。新月ですと月がないので、そのあたりちょっと暗く、よりオーロラをお楽しみいただけるよという出発日になっておりますので、ツアー選びにしてみてください。で、こちらは8日間ですので、4夜連続オーロラチャンスができます。それからプライベートサウナ付きのお部屋に4連泊。さっきのツアーは、プライベートサウナがあるのは出発日特典でしたけれども、こちらのコースはもうデフォルトでプライベートサウナがついています。ちょうどこの4連泊のところですね。それから、あとはヘルシンキの観光付きとなっております。短いコースはどうしてもやっぱりオーロラ中心にやって、オーロラの回数をできるだけ増やして日本に戻ろうっていうところなんですけれども、8日あると、まあ、せっかく北欧に行ったのであれば、首都ヘルシンキ、非常にモダンな北欧の国が、都市が広がっているんですけれども、そういった景色も楽しんでいただけます。10月出発まで、最高決定しているところでございますけれども、このウィンターリゾート、レビーという都市でですね、4連泊となっておりまして、ラップランド地方の動物と触れ合う、トナカイ牧場、それからハスキー犬牧場、あと犬ぞりっていうのは含まれていないんですけれども、そういった動物との触れ合いといったところも、ラップランドならではの観光をつけさせていただいております。あとはですね、これ先ほどの地図でございますけれども、これはレビですね。レビにつきましては、この湖の近く、まあ、暗いので、やっぱりそういったところからオーロラを見ることができますよというところがポイントでございます。それから10月出発、これポルボーと書かせていただいてますけれども、ヘルシンキの観光をしますよというお話をしました。ヘルシンキから車で1時間弱行くと、ポルボーというですね、非常に可愛い村がありまして、ジャカのですね、ヨーロッパ美しい村30選にも選ばれたことがある、場所があるんですけれども、
10月出発はそちらにもご案内をさせていただくといった特典がついております。では、その後逆に1月、2月何があるのといったところなんですけれども、先ほどレビ宿泊でございましたが、ユッダスの宿泊に変わります。同じく4連泊、といったところは変わらないんですけれども、じゃあユッダスの方、この企画を作った担当者、激推しのポイントではあるんですけれども、スノービレッジといいまして、氷の、造形が美しいところの観光でしたりとか、あとは何よりこのソリに乗ってオーロラハンティングとありますが、これホテルからスノーモービルでソリを引っ張ってくれて、オーロラ見るところまで行けるんですよ。普通ちょっと歩いてテクテク行かないといけないところを、ちょっとアクティビティじゃないですけれども、せっかくだったら行ってみたい。で、行ったところの小屋で、まあ、ちょっと軽くこうソーセージとかでしたりとか、ホットドリンクぐらいですけれども、ちょっとそういったものをつまんでいただきながら、オーロラ待ってみましょうという、イベントがあったりします。あとはスノーシューの体験といったところで、まあ、せっかくね、もう雪の世界に行ってますので、お昼もスノーシューを楽しんでいただくことができます。ちなみにこの真ん中の写真は、ちょうど去年ですね、同じツアーが出た時に、添乗員が撮ってきた写真、iPhone で撮ってる写真です。ということで、まあ、実際に行った写真ですのでね、もう本当にこのまんまの景色がお楽しみいただけるといったところになっております。続きまして、このユンダスについてでございますけれども、ホテルは2つありまして、湖のすぐ裏手にある、アカスホテル、それから湖から20分ほどのところにあるカルティエホテルとありますけれども、まあ、いずれにしてもですね、この周辺、非常に暗いところでご用意をしておりますので、ご安心くださいませ。それから1月、2月につきましては、まあ、寒くないと言いましたが、この防寒具4点セット、安心のためにつけさせていただいておりますので、それこそ湖のところに夜出ていくとき、こういうものを着ていただければ安心でございます。それから全出発日、ロガニウミのサンタクロース村、それからヘルシンキの観光をつけさせていただいております。では次なんですけれども、最近、お一人様参加限定というツアー、非常に流行っております。ご参加いただく方、ありがたいことに大変多いんですけれども、皆様が初めて会うお一人様でご参加いただけますよというツアーが、この Y の1235の951というコースでございます。こちらは、残念ながら、さっきのエジプトの媒体には入ってないんですが、こういった、そうですね、横長の資料、めくっていただくと、1個めくると Y の1235という、お一人様参加のツアーが出ておりますので、こちらちょっと、さらっとご紹介になりますけれども、1月24日出発決定しております。サーリセルカというのはオーロラのメッカと呼ばれておりまして、非常にオーロラ、綺麗に見れるところでございますので、そこに3連泊。かつ、防寒具もですね、4点セット付きということで、やらせていただいているのと、あとはオーロラハンティングバス、これはどの出発日も、このツアーにつきましては1回ついておりますので、よりオーロラの観測率を上げることができます。続きまして、ノルウェー入らせていただきまして、ノルウェーですが、Y の1020というコース、こちらが、トロムソですね、先ほどの北欧のパリと呼ばれているトロムソでございますが、ロープウェイに乗って街を眺めるところができますよといったところです。こちらで3夜連続オーロラチャンスというふうに、入れさせていただいておりまして、乗り継ぎでね、コペンハーゲンを通りますよという話がありましたが、コペンハーゲンの観光もしっかり入れさせていただくといったところでございます。こちら非常に人気、今年いただいておりまして、見ての通り10月1日、12月27日、2月21日は出発決定しておりますので、今年はトルムソンに行きたいなという方は、こちら、このコースだけですね、になりますので、お選びいただければと思います。続きまして、こちらもロフォーテン諸島に行きますといった Y の1033というコースでございますが、スカンジナビア航空利用の8日間ですね、ノルウェー、スウェーデン8日間のツアーでございます。スカンジナビア航空、こちらのコースは、ウェ
嬉しいところ、エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、それからビジネスクラス、3つ共同最高という形で取らせていただいておりますので、エコノミーだけじゃなくて、ちょっとね、遠いから、楽に行きたいかなという方は、それ以上のクラスを選んでいただくこともできます。中段9月、10月、11月、12月、1月、2月、3月と、すべて1本ずつは出発決定していて、まだ3席があるところを挙げさせていただいておりますので、ぜひ、この際にですね、ご検討いただければと思います。4夜連続オーロラ鑑賞のチャンスがあるのと、あとはロフォーテン諸島、このツアーでしか行けません。こんな感じですね、ロフォーテン諸島。あと、時期によっては、日が上がりづらくて暗い時もあるんですけれども、イメージとしてはこんなような絵はがきのような景色を楽しんでいただくことができますし、アイスホテルというところですね、またこちらの氷の造形の鑑賞も楽しんでいただけますし、9月につきましては、アビスコの国立公園という世界遺産があるんですけれども、こちら、紅葉が非常に綺麗なところ、紅葉ですね、でございまして、時期の9月17日出発限定で、このドライブを入れさせていただいております。逆に10月出発、先ほどの鉄道でございます。この鉄道を乗れるのは、クラブツーリズムやひとまずこちらのコースのみかと思いますので、せっかく北に行ったなら貴重な鉄道を乗ってみたいという方は、こちらおすすめでございました。では、アイスランドはまさに王道の1コース、これを選べば間違いなしというものを、お話しさせていただきます。Y の1200951、さっきのエジプトの、表紙の媒体1枚戻っていただきますと、アイスランドが載っておりますので、ご覧ください。出発日、非常にたくさんありまして、大好評いただいておりますので、よろしければ、お手元の、ね、媒体をご覧いただければと思うんですが。先ほど私がちょっと熱を持って話しすぎてしまいました観光地すべて含んでおります。こちらでございましたら、自然もオーロラも楽しんでいただけるというところになっております。また、レイキャビックではですね、バスタブ付きのお部屋を確約しておりますので、それも、疲れを癒すのに嬉しいところかなというところですね。逆に10月末までの夏の時期、ファズラオル・グリューブル渓谷というところがあるんですけれども、こちら、非常に私も行きましたけれども、ちょっと言葉では表せないような、まさにこういう壮大なですね、景色が広がっておりまして、以前、ジャスティン・ビーバーという歌手いますけれども、がミュージックビデオとかで撮影をしたような場所になっております。それから、ワトナヨークトル国立公園のクルーズ、先ほど申し上げましたが、夏はついてますよというところと、あと11月以降の方、ぜひぜひこちらを狙っていただきたい。こちらのスーパーブルーと呼ばせていただいております、天然の氷河の中にできる氷の洞窟ですね。こちらは、毎年できる場所が違います。ので、その中でどこに行けるのかなというところを、探りまして、四駆の大きいジープみたいなのに乗りまして、氷河の上をガリガリ行って、ここにたどり着くという、まさにここでしかできない貴重な体験でございますので、ぜひ11月以降、ご予定が合う方は、こちらおすすめをいたします。ご注意なんですけれども、7歳以下のお子様、ちょっとご入場いただけないのと、あとはですね、やっぱり氷河まで行きますので、風が吹き荒れちゃう時とかもあります。そういった場合につきましては、残念ながら、中止になってしまう可能性もあります。ジープがもう最初から出ないで、ツアー自体が再考されなかった、そこの氷の洞窟ツアーが再考されなかったという場合は、ちょっと2万4000円、ご返金をさせていただくこととなっておりますので、こちらせっかく行ったなら行っていただきたいんですが。去年の感覚でございますと、ほぼほぼのツアーにつきましては入れていました。ので、本当に毎年最近異常気象とかで、天気がどうなるかっていうのが年によって違うんですけれども、ぜひ狙っていただきたいポイントです。で、これも氷河が溶けてるというお話しましたけれども、車でこう氷河走るんですが、私がいた時、さらにその去年っていうんですかね、の氷河の入り口はここだったんだよっていうところから、ゆっくりですけれども、車で本当に5分以上走らないと今年の氷河がやってこないんですよ。
毎年毎年氷河が本当にどんどん後退してるんです。ということで、さっきのあの氷河の湖もそうですけれども、こっちはもう本当に人間が入れる洞窟がいつなくなるかはわからないみたいな状態ですので、この景色、楽しんでいただきたい方は、これも急いだ方がいいポイントの一つです。あとはこちらは、左側がその氷の洞窟、お客様に2022年にご撮影いただいたのと、右側が一緒に見れたオーロラですね、添乗員が、撮影してきたものです。全出発日共通としておりますけれども、こちらが、アイスランドロブスターと呼ばせていただいているものなんですが、これ非常に美味しいんですよ。見た目ちょっと皆さんどう思われるかわからないですけれども、これみんなで4人ぐらいでシェアしてですね、このアイスランドロブスター専門店があるんです。すごい、北の北欧の人だなみたいなおっさんがやってるお店なんですけれども、ここに行かないとちょっとこの味がね、なかなかアイスランドロブスターを出してくれるお店、今すごい減っているというふうに聞いておりますので、非常に美味しいのでね、ぜひ試していただきたいお食事の一つでございます。では、もう1コースだけ、アイスランド軽く触れさせていただくと、いやいや、ちょっと体力的にもね、レイキャピークだけぐるっと回りたいよという方につきましては、この Y の1222というコース、6日間で巡るアイスランドハイライトというものがございますので、こちらも非常に人気いただいてまして、11月1日、1月24日、2月21日、最高決定ついておりますので、3夜連続オーロラチャンス、ちゃんとレイキャビークでついておりますし、先ほどのアイスランドロブスター、お食事こだわるところはこだわり入れさせていただいておりますし、あとレイキャビークでバスタブ付きのホテル3連泊というところで書かせていただいてますけれども、こちらにつきましては、先ほどの Y の1200のコースは、こう結構南の方を走っていったりしますので、どうしてもレイキャビークぐらいしか大きい街はないんですよ。ただこっちは大きい町から出ないので、もうそこのいいホテルに3連泊できるので、毎日バスタブ付きっていうのが確約できるっていうのがこのコースのいいところ。なので、アイスランド行ってみたいけれども、ちょっと体力的にも、という方は、もうこちらで、コンパクトに回っていただく、6日間ですので参加もしやすいといったところが、売りのポイントでございます。はい、ではちょっと駆け足になりましたけれども、ツアー紹介は以上でございまして、もし気になるツアーある方につきましては、また、こちら書いていただいてですね、後ほど、オープンでご質問を受けするときにお申し込みいただければと思います。では最後、駆け足になりますけれども、10分くらいで、予定通りですね、オーロラの、プチ撮影講座ということでさせていただければと思いますが、まずですね、オーロラの持ち物、これ一眼レフとか、長時間こう光を取り込むことができるカメラと入れさせていただいてますけれども、これはもう本当に人でまちまちで、私はいいと思ってます。写真にこだわりたい方は一眼レフお持ちいただければいいかと思いますし、いや、もう目で見るのを、この自然の姿を楽しみたいという方は、お写真が得意な方とお友達になっていただければもう問題ないかと思います。あと、じゃあデジカメぐらいで撮れるのかなといったところ、正直デジカメだと厳しいといったところが、本音でございます。夜景モード、花火モード、ちょっと無理かなと、星空モードでございましたら、なんとなく映るのかな、強いのだったらというようなイメージ。じゃあデジカメなかったらじゃあダメかとなるかと言いますと、最近この iPhone とか、私12 Pro 持ってるんですけれども、十分映ります。ので、本当に何でしょう、お写真が趣味でという方につきましては、一眼レフとかね、十分お持ちいただければいいかと思うんですけれども、行ったよって記録でちゃんとオーロラを映して、後で見返したいくらいな感じでございましたら、新しい、今の最近の、iPhone とか、あとは他の会社さんでもね、カメラに性能いいものとかついておりますので、そういったものでありましたら映る可能性が高いです。ただ、カメラ持ってくよっていう方につきましては、この、乾電池、非常にね、寒いとすぐ減ってしまいますので、替えの電池をたくさんお持ちいただきたいのと、あとは三脚ですね、手ブレ補正というところです。
置いておいて、先ほど GoPro の話もしましたけれども、長い間光を溜め込むときにずれちゃうと、やっぱりうまく映らないので、三脚があるといいかなと思います。それから、まあ、フィルムの場合は高感度フィルムといいまして、まあ、しっかりとですね、映るもの、いったものをお持ちいただければいいのと、あと、こういったカメラをですね、レジ袋って書いてあるんですけれども、外寒いので、例えばタオルとかに巻いておいても、ホテルに帰るとすごい結露しちゃったりするんですよね。そうするとレンズのところ壊れちゃったりするので、外にいる間に袋に入れて、空気と一緒にちょっと入れておいて、しまっといていただいて、で、カバンとかに入れて、ホテルに持って帰ると、徐々に徐々に外の温度と馴染むので、まだカメラ的には優しいよ。といったところがありますので、ちょっとカメラね、せっかくだと壊れちゃったりすると嫌かと思いますので、そういった対策もしていただけるかなというところでございますね。あとは、北海道と、ヘアゴムとか、まあ、輪ゴムですね、とさせていただいてますけれども、先ほど電池の減りが早いという話をしました。カメラ得意な方がおっしゃるには、その電池のところ、できるだけ温めておいた方が、電池の減りが少ないということで、北海道でこう電池パックのところですね、挟んでいただいて、保温していただけると、まあ、その結露問題にもちょっとね、なりますし、この電池の持ちって言ったのも長引くかなといったところでございます。では、オーロラ撮影時の注意点ということでございますが、まあ、外気はマイナスになりますので、冷たいものに触るとちょっと危ないよっていうところ、ちょっと大げさですけれどもね、まあ、しっかり手袋をしてくださいっていうところと、あとバッテリー消耗早いので、カメラ撮影してないときは、懐に入れていただいたりして、要は温めといてくださいというところ、それから作業用なんですけれども、この辺がちょっとマナーといいますか、なんでしょう、本当に写真を撮りたい方の近くで、携帯のライトとかでバーって照らして準備してあったりすると、やっぱりその光が入り込んでしまうので、ちょっと嫌な顔されると思います。ので、まあ、本当に写真が趣味の方は赤いライトとかつけたりしてるんですけれども、まあ、そういうの持ってない方でもちょっとね、そのあたりご配慮いただくといいのかなというところ。それから、まあ、フラッシュも同じ理由ですね、避けていただいた方がいいかと思いますし、あとはシャッターはできるだけ長い時間で光を取り込んで撮るっていうのがポイントでございます。で、まあ、ISO とか、まあ、このくらいのものだったら、このくらいの時間、開けておくといいよ、シャッターをというものがあるんですけれども、そのあたりも、まあ、ちょっと気になる方とかはね、お写真とかを収めていただいて大丈夫でございますので、覚えておいていただくといいかなというところでございます。ではね、ちょっと駆け足で進んでまいりましたけれども、この後、皆様、反対側のお部屋におきましては、ご質問とかお申し込みを承っております。で、まあ、終わる前に一言ですね、やっぱり冒頭にも申し上げましたけれども、非常に今、オーロラツアー、大人気の時期になってきております。もし気になるところでございましたらね、本日せっかく暑い中来ていただきましたので、お座席のご予約だけでもしていただきまして、まあ、実際にご料金が発生するのは、ご出発の1ヶ月前からが、お取り消し料の発生日となりますので、まあ、ちょっと行こうかなと思っている方につきましては、後で席がなかったというよりは、先に押さえていただいた方がお得かなと思っておりますので、まあ、ご検討いただいて、ご不明点ありましたら、私もおりますし、他に、北欧方面担当しているスタッフもおりますので、そちらですね、お尋ねいただければと思います。では、ちょっとね、90分弱というお話になってしまいましたけれども、長い間ご清聴いただきまして、ありがとうございました。ぜひ、皆様と現地でお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。